矢部浩之、強烈だった関ジャニ村上との初対面秘話を告白相方、岡村は話すときいつも。お笑いコンビ、ナインティナインの矢部浩之、52、が24日、司会を務めるフジテレビ、週刊ナイナイミュージック、水曜あと 11.00 に出演。関ジャニ8の村上信吾、41、との初対面秘話を明かした。96年から放送された、フジテレビ、めちゃにイケてる、での共演以来、20年ぶりの共演となったナイナイと、関ジャニ8。初共演の際、村上は、憧れの人を聞かれ、共に出演していた先輩の中居正広もいる中、矢部さんですと即答。未だ矢部への憧れが変わらない村上は、共演するとき必ず事前に、矢部に連絡するという。矢部は、村上との最初の出会いが強烈だったと語り、ぐるナイの収録前楽屋に入ると、一人の青年が座ってたと振り返った。矢部が入ってくるや、否や、関ジャニ8の村上と申します。矢部さんを見てこの世界に入りましたと矢部への思いを語ったと村上に対し、間違ってんで、と突っ込んだと初対面の様子を語った。たまたま、矢部の収録があると、スタッフに聞いた村上は、挨拶をしたいと思ったものの、もしかしたら、タイミングを外すかもしれないから、楽屋の中で待たせてもらっていいですかと願い出たという。笑みを浮かべながら語る矢部を見て、相方の岡村隆史は、このエピソードを話すときいつもめちゃくちゃ嬉しそうといじり、その言葉に矢部と村上は手を叩いて爆笑した。